そうじゃないそうですということで、グッズお知らせのコーナーやっていきたいと思います。今回お知らせ紹介するグッズは乃木坂46生写真カード。いや、ここに来て新しいやつ出してきたっていうね、カード出してきたぞっていう、ついに、という感じなんですけど、まずは予約販売期間は、7月13日の19時からスタートしてて、7月31日の23時までという感じで、お届け目安は9月上旬より配送っていう感じです。で、値段が5枚セットで550円、税込み550円ってことで、生写真の半分の値段ですね。で、まあこの生写真カードというのは、生写真のその絵柄がそのままカードになったものってことで、あと素材とサイズに関しても違うみたいですね。まあ多分ちょっと硬く小さくなるっていう感じなのかな。で、まあ今回のこの生写真カード全部で5種類あって、幸せの保護色、シフォンワンピ、ジャケットセットアップ、シアーブラウス、マーメイドスカートという感じで、まあ過去にこの全5種類の生写真が販売されてたと思うんですけど、それとデザインは一緒っていうことで、で、この5種類、ちょっとそれぞれ、まあそれぞれないのもあるけど、いくつか注意事項がこんな感じであります。いや、もうなんかすごい何でも出しちゃいいやみたいな感じになってきてる。まあカード全然いいとは思うんですけど、まあ僕個人的には正直あんま欲しくはないなっていう。まあだったら550円プラスしても生写真の方が欲しいかなっていう感じではあるんですけど、まあそれで今まで生写真がねずっと出てきたからっていうのももちろんあると思うけど、まあでもこのカードもまあ安いっていうのももちろんあるし、サイズも小さくなってね、まあ生写真よりも持ち歩きやすくなったりとかね、あ、もう自分常にこう推しの生写真カード持ってるみたいな感じでできたりとか、まああとはなんかこのそれぞれ縁の色がついてて、っていうか縁にね色がついてて、それもなんかちょっと可愛らしいなっていうのはあるんで、まあカードにはカードの良さあるしみたいな、生写真のには生写真の良さあるしみたいな感じで、今後も生写真みたいな感じで継続的にどんどんこの生写真カード出てくるのか分かんないけど、まあ、ぜひねこの生写真カード欲しい方は買ってみてください。はい、ということで今回はこれで終えたいなと思います。ぜひチャンネル登録、高評価のフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。